はい、まず、このヘアスタイルはそうですね、束感は軽い感じをしっかり出すんだけど、やっぱツヤ感も同時に、そうですね、出したいので、まず乾かす段階でツヤっぽくね乾かせるように、まずこのスムージングフルイドを、ね、これを、少しだけこれぐらいかな、2プッシュぐらい、2プッシュ、ね、2プッシュをまず濡れてる髪の上、はい、ね、表面、ね、まずよくしっかり表面にこう綺麗に、ね、撫でつけるようにこうやってつけて、はい、ね、で全体に、ね、こうやって毛先中心にまずつけますね。まあ、コームでいいので、はい、軽く上から、ね、全体をこう溶かしてくる。そうすると全体に行き渡るので、はい、でそれから、ドライヤーで乾かしていくんですけど、やっぱりこうそうですね、メイクアップと一緒で、まずベース、やっぱりベース作りが大事なので、しっかりねこういうのをつけてちょっと乾かしていきます、はい、ね、で乾かす時はしっかりね根元から、ね、ブラシとか使わなくていいので、はい、ドライヤーの風を利用してしっかり、ね、そうするとね、すごくツヤが出ていくので、で最後こう上から風を軽く当てて、ね、こう指で溶かしながら乾かすと、まあ、ツヤのあるさらっとしたベースが出来上がるんで、はい、じゃあ次に、カールをつけていきます、はい、で、まず、エンハンススプレーを、カールのつけたい部分に、ね、軽く、ね、軽くでいいんで、はい、ね、全体にこうつけていきます、はい、よし、はい、で、つけ終わったら、はい、コテを使って、カールをつけていくんですけど、はい、まあ、内巻きで、うん、とりあえず自然な感じの内巻きでいいので、はい、毛先1回転ぐらい、ね、でこれを全体に軽く、これね、このエンハンススプレーをつけて巻くと結構カールがつきやすいから、うん、長時間挟んだままにしてなくてもすぐカールがつくんで、早く、そう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 、髪のダメージもね減らしてくれるんで、うん、まあ、軽くでいいですね、内巻きは。アイロンで巻いた髪に、ちょっと束感を出していきたいので、はい、このホイップワックスを、そうですね、まあ、これぐらいね、これぐらいを取って、はい、まず、髪全体に毛先中心にねこうちょっとなじませて、しっかりね巻いた部分をしっかり揉み込むと、カール感と束感が同時に出るので、ね、こうやってしっかりしっかりめに、うん、そう、しっかりめで、手に余ったワックスを、まあ、最後前髪に、まあ、前髪あんまりいっぱいつけすぎるとベタッとした印象になるので、残った分で大丈夫です。軽い感じで、そう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 、ラフにこうちょっと下から手を入れて、ちょっとまず一回崩します、ね、でそうするとエアリーな感じが出るの で、うん、でそれから最後、見ながら形を整えていって、ね、こうしっかり、はい、完成です、はい